ずお読みください。絶対に真似をしないでください。よろしくお願いします。どうも、レゴラジです。今回はこちら。レゴラジ動画ではなかなかない、人気動画。かが屋のラムネ付きレゴシリーズです。前回、前々回同様に500円でゲット。今回も怖い注意書きが書いてありました。前の動画をまだ見ていないという方はぜひご覧ください。概要欄と動画の最後にリンクを貼っておきます。今回のセットは20年前の2000年リリース、17ピースでミニフィグが1体入っています。あとラムネも。中古ではそこそこで回っているのですが、未開封だと1500円くらいが相場でしょうか。4種セットで4000円とか5000円とかも見かけますね。ラムネ無事ゲット。これは強敵だな。もうすでにねっとり感があります。ブロックも未開封ですね。これはカタログです。よく見ると値段も書いてありますね。4930の人形セットって先月やったやつだ。あれは当時1100円だったのか。箱の裏面が説明書になっていますが、他のセットと組み合わせて作るやつなので今回は使いません。こんな感じです。お楽しみが待っているのでさっさと組み立てましょうか。このセットの説明書はこれですね。ということで、本日もよろしくお願いいたします。チャンネル登録、お願いします。励みになります。ありがとうございます。完成です。それではごゆっくりどうぞ。一度見てみましょう。スカーフがおしゃれですね。なんと今ならもう1枚ついてお値段据え置き。帽子も国枝さんっぽくて素敵。こちらがヘリトランスポーター。それでは皆さんお待ちかねなので本題に入ります。前回本当に具合が悪くなったんですが、今回はどうでしょう。すでに嫌な感じの甘い匂いがしています。脳が覚えていてそう感じさせてるのかもしれません。開けずに捨てるという手もありましたが、やっぱり見てみたいじゃないですか。触ってみたいじゃないですか。受けてみろ奥義。不正。本当に不正でございます。割っちゃダメ。あえておとけしませんでしたが、ほんと臭い。もういい、出よう、これは過去最高に臭い。ちょっとだけ舐めてみろ。登録者数と再生回数伸びる？
本当に。じゃあ。いやー、本年は大変お世話になりました。来年もよろしくお願いいたします。良いお年を。レゴラジー。